こんにちは、レンティオチャンネルです。家電レビューのプロ、レンティオ編集部がハイエンドスマホの選び方とおすすめ商品をご紹介します。なお、スマートフォンはレンタルでお試しもできるので、概要欄の URL からチェックしてみてください。ハイエンドスマホの選び方のポイントは7つ。まずはカメラ性能について見ていきましょう。スマホのカメラ性能を確認するとき、解像度だけを見ていませんか？解像度も大事ですが、他にも光学ズーム倍率、光学式手ブレ補正の有無、 TOF センサーの有無、色味や撮影モードの豊富さなども確認しておきましょう。簡単なチェックポイントをまとめましたので参考にしてみてください。例えば Xperia シリーズにはミラーレス一眼カメラの α シリーズとほぼ同様のマニュアル撮影モードが用意されており、スマホカメラを超えた撮影を可能にしています。ハイエンドスマホの選び方、2つ目のポイントはディスプレイ性能です。ハイスペックなスマホになると 90Hz 以上の高リフレッシュレート、 Full HD プラス以上の解像度を持つ有機 EL ディスプレイの端末が多く存在します。解像度で比較する際は 4K、QHD、Full HD といった表記だけでなく PPI も忘れずに確認してみてください。 PPI の数値が高いほど1インチあたりのピクセル数が増えるため、同じ解像度でも高精細になります。またヌルヌルとした滑らかなディスプレイ動作を求める方は 120Hz よりも高いものを選びましょう。ハイエンドスマホの選び方、3つ目のポイントは生体認証の種類です。 iPhone といえば Face ID による高度な顔認証システムを搭載していますが、一方で指紋認証搭載のニーズも多く聞こえてきます。 Android 端末の場合は指紋認証と顔認証どちらも搭載している機種もあります。指紋認証の中でも物理ボタン型とディスプレイ埋め込み型があり、ディスプレイ埋め込み型の中にも光学式センサーと超音波式センサーといったタイプに分かれます。自分にとってストレスのないロック解除方法はどれか、例えば指紋認証だったとしてもその位置にスムーズに指を置けるかなどにも注目してみましょう。ちょっとした違いでも何十回何百回と繰り返す作業なので、とことんこだわった方がいいと思います。ハイエンドスマホの選び方、4つ目のポイントは内部ストレージの容量です。高いカメラ性能を持つハイスペックスマホだと写真や動画の容量も大きくなります。写真なら Google フォトや Amazon フォト、 iCloud などのクラウドストレージで賄いやすいのですが、容量の大きい動画の保存先に困るケースは多いと思います。そのためスマホの内部ストレージ容量とマイクロ SD カードの使用可否が重要になります。 iPhone は機種によって TB の内部ストレージを搭載していますが、マイクロ SD カードの使用ができず、データ移行の自由度も高くはありません。一方で、Android 端末の内部ストレージ容量は高くても 256GB が平均的。その代わり、Android はマイクロ SD カードでストレージ容量を保管できる端末があるので、利用状況に合わせた容量の追加およびデータ移行の自由度の高さがメリットになるでしょう。ハイエンドスマホの選び方、5つ目のポイントは、ハイレゾワイヤレス対応かどうかです。音楽ストリーミングサービスなどで手軽にハイレゾワイヤレスの音源を楽しめるようになりました。ですが、ハイレゾワイヤレスの音源を聞くには、スマホとワイヤレスイヤホン、どちらも LDAC のコーデックに対応していなければなりません。さらに言えば、ドルビーアトモスにも対応しているスマホなら、繊細なディスプレイと合わせてワンランク上の映像表現や空間オーディオが楽しめます。スマホもワイヤレスイヤホンもこだわりたいという方には、LDAC 対応のイヤホンがおすすめです。ハイエンドスマホの選び方、6つ目のポイントは、バッテリー性能と急速充電規格です。1回の充電あたりの連続使用時間や、充電時間と充電規格が気になる方も多いでしょう。まず前提として、バッテリー容量はスマホサイズに大きく影響するため、基本的にバッテリー容量が多いスマホはサイズも大型化します。スマホのコンパクトさを重視するのか、バッテリー容量を重視するのか、どちらかの優先度は下げなければなりません。次に急速充電規格ですが、 USB Type-C の USB PD 規格に対応しているものが汎用性が高く、かつ充電時間も短いのでおすすめです。メーカーによっては独自の急速充電規格を用意しているものもありますが、入力値や充電時間だけで決めてしまわないようにしましょう。純正の充電器とケーブルを別途用意するケースもあり、射精端末で活かしにくいなどのデメリットもあるからです。ハイエンドスマホの選び方、7つ目のポイントは防塵防水性能の等級です。どのような環境で使うにしても、防塵防水仕様が施されていることに越したことはありません。防塵防水性能を示す指標に IP 規格の保護等級があります。防塵性能の最高等級は6、防水性能の最高等級は8となりますので、 IP68 の表記があれば優れた防塵防水性能を有しているということになります。まずは少なくとも IP67 以上で検討しましょう。それではハイエンドスマホのおすすめ商品を5つご紹介させていただきます。
2023年9月に発表された iPhone15 シリーズ、前年に発表された iPhone14 シリーズから、プロシリーズはチタニウムという新たな素材が採用され、iPhone Pro 市場で最軽量となりました。また、充電端子がライトニングから USB-C になり、アクションボタンという新たなボタンが搭載されました。さらには、Pro シリーズは Apple Log での撮影に対応し、スマートフォンでログ撮影が可能になりました。2023年に発売された Galaxy のハイエンドスマホ、Galaxy S23 Ultra は、5つのアウトカメラを搭載し、S ペンを内蔵しているのが特徴的なスマートフォンになります。広角カメラは驚異の2億画素に進化し、プロ並みの撮影をスマートフォンでできるようになりました。また、スナップドラゴン 8Gen2 を搭載しており、3D ゲームも快適に遊ぶことができます。Zenfone 10は、ASUS が販売しているハイエンドスマホです。片手で操作できる手のひらサイズで、5.9 インチのディスプレイサイズとなっています。一方で、コンパクトサイズながら、スナップドラゴン 8Gen2 を搭載し、コンパクトなのにパワフルなハイエンドスマホとなっています。また、独自の UI である ZenTouch D.0 によって、ZenTouch ボタンを使用することで片手操作の快適性がより向上しています。5000万画素の広角カメラと、1300万画素の超広角カメラの2眼構成となっており、特に5000万画素の広角カメラを使用すれば、綺麗な写真を撮影することができます。Galaxy Z Flip 5 は、コンパクトなサイズ感が特徴的な折りたたみスマートフォンです。約 3.4 インチのフレックスウィンドウを搭載しており、メインカメラでの自撮りを楽にしてくれます。カレンダーや天気予報、アラームやタイマーなど多数のウィジェットが用意されており、様々なことが確認できるようになっています。また、Google マップや LINE、Netflix、YouTube などのアプリもフレックスウィンドウで使用することができ、満員電車などの狭い場所でも片手で操作ができます。Google Pixel 8 Pro は Google の AI 技術がふんだんに使用されているスマートフォンです。Google の純正チップ Google Tensor G3 にパワーアップし、最先端の AI 技術や写真や動画の処理やバッテリー持ちなどパフォーマンスがさらに向上しています。背面にはトリプルカメラを搭載、超広角カメラは4800万画素と iPhone15 Pro の4倍の画質となっています。また、4800万画素の5倍望遠レンズを搭載しているので、画質を劣化させることなく、遠くの被写体の撮影も可能です。新たな AI 機能として、音声消しゴムマジックが追加され、どんなにうるさい場所でも音声だけをクリアに切り抜くことができます。さらには、7年間のアップデートが保証されるようになったので、長く使用できるのもポイントです。今回は、ハイエンドスマホの選び方とおすすめ機種をご紹介しました。家電のサブスクレンタルサービス、レンティオでは、スマホをレンタルでは試しできるので、ぜひチェックしてみてください。また、レンティオチャンネルでは、今後もおすすめの家電情報や選び方をご紹介していくので、チャンネル登録もよろしくお願いします。